匂いでも買ったくなるのかな。あ、オルソン。パパに。はい、それ。はい、おて。オルソンおて。オルソン。最初食べてから。はい、おて。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 おかわり。じゃあいいよ。いただきます。今日金曜日だからね。でもお魚大体食べ尽くした。今日午後来ると思ったら、うん、明日になっちゃったから。いただきます。いただきます。短くないよ。Thank you.
から今からお家でお仕事できる。きっとお台所とか立つときは、うん、立って、うん、あそこ座るとあんまり立たない方がいいと思うよ。あれ平らだからあんまり立ったりしない方がいいと思うよ。中がこうなってた。あ、本当、うんうん、見せてくれる。さっきの中まだ あそこで受付で。あ、本当、うん、パパは何も持ってない、うん、歩くとドロドロになります。シャワー今してもらってます。見えないね、これじゃ無理だね。よいしょ、はい、OK。 邪魔してるからやめよ。ブーツ買いました。あ、すごく暖かくていい。日本から送られてきたあったか手袋。おじさんこれいいねって言ってた。布団の寒いよねって、寒いよって、おーとかって。もう本当に寒いもんね、うんうん、明日芝掃除、芝刈りできるかね朝、うん、雨じゃなきゃね。うん。おじさんはゴロッとビーフ。うん、いいね、ゴロッとビーフ大好きだもんね。で、明日は1度だよ、でも。今まだ4度。もう3度、2度。パパのこと待ってたの。はい、それじゃあ。おかわり。はい、お手。おかわり。はい、いただきます。いただきます。はい。ボーフロストでロマネスコ売ってたから、うん、今日買ってみて、うん。うん、いただきましょう。いただきます。はい、いただき。パパのはすごい三段重ねの。ほら、自分のパンだと薄く切れるからね。うん、で、クロックムッシュです、はい。金曜日だけどハム入ってる。いいよね。いいよ。はい、いただきます。